J リーグサッカーチャンネルですということで今回直接叩き周囲に立つということで横浜 SC 対長崎のプレビューですねやっていこうと思ってますよろしくお願いいたしますと いうとこでさあ前回連続無敗記録が止まってしまった長崎にはなってきます。今回、首位横浜 FC ですね。前回、非常に劇的な勝利を挙げた横浜 FC にはなってきます。そして、首位に立った横浜 FC というとこでまあ無敗、まあいつか止まるもんではねありますんでね、ただここでまた勝てば首位に返り咲くことができるというところでございまして、まあね前回、清水も長崎も敗れて、それまで首位だった清水が1個して2位で、横浜 FC が 位位から一気に1位アップみたたいいなところでございましたさあ、長崎ね、本当ね、中断期間、まあ、一時期ほんと、周囲に立つことができておりました。まあ、そこに自信を胸に、ここからもまた、えー、やっていこうじゃないかというところでございまして、さあ、えー、じゃあ、この人の話の前にですけどね、1個宣伝ですね、まあ、えー、サムネにも出してますけどもね、 えー、同時視聴生放送をやります横浜、椎舘、長崎ですね。この日が18時キックオフなんで、あ嘘ですね、うん、じゃあってるか <laughs>、えー、18時キックオフなんで、17時50分から、えー、やろうかと、まあ、50から55分ぐらいの間で、ね、同時視聴生放送をやろうと、えー、思っておりますので、よかったら、えー、この日よろしくお願いいたしますというところで、じゃあこの試合見ていきましょう、こちら。横浜、椎舘、長崎と。 いうところで横浜 FC、現在勝ち点5 3位といういや本当立派な数字残してますね。44得点15失点ね失点数がベラボうに少ないですね。ねで美レ連長崎は勝ち点51の3位というのが両者の今シーズンの成績にはなってきますね。で直近5試合ですけども横浜 FC は4勝1分けというところでね失点も少ないしで5試合中4試合で複数得点が。 取れてるというとこなんでまあ、直近5試合だけ見ればえー、っと10の、えー、14の14得点3。失点というね。得失点差を荒稼ぎしてる。横浜市には。 なってきますまあ、ジェフチバ戦もね、前半はジェフチバペースでどちらかというと、進んでいました。で、ジェフチバが前半終了間際とか40分前後かな、に得点決めるんですけども、ただ、最後の最後、ねアディショナルタイムに2発というところで、まあ、これは正直、勢いに乗るね、勢いに乗る今後につながる勝ち方をしたのが横浜市というところですね。ほんで、長崎は直近5試合が2勝1敗、2分けと。 いうところでまあ両チームと水戸にはね勝っていないんですね、えー、共通点は水戸には勝っていないというところには、えー、なってきます、長崎もしっかり複数得点ね中断期間前は取れていたんですけれども、ただまあ、これ見てわかる通り、確かに長崎ね、22試合連続無敗は継続を。 ししていましたただ、連勝は最近なかったっていう長崎なんで逆に横浜市も連勝をねずっとえしておりましたで、水戸戦で止まってまた前回千葉戦で勝つみたいなところなので確かにまあ長崎からしたらねどっかで止まるからまあ止まってもおかしくないゲームが多分ねえ何試合かあったとは思うんですけれどもだからもうここでね一旦切り替えてやっていきましょうと。 いうところですねまぁ、あ、何せをね音いつかは止まるもんなんで負けた後が大事というところでしょうさあこの人はしっかり勝っていくれという話ですねでこちらでこれが前回対戦にはなってきます確か雨の音、ねえー、このトラスターだったんじゃないかっていう記憶がありますけれどもそうエジカルジュニオ選手のゴールで先制してねその後に切、えー、ったち中ゲームには なってきますますああときとはね大きくメンバーは両チーム変わらんかなまあ長崎でいうとセンターバック、照山選手が入るかどうかとかゴールキーパーが、えー、原田選手か若原選手になるかどうかとか右のサイドバックがとかねどうなるかとかありますけども大枠のメンバーはおそらくね両チームとも、えー、変わらないかなとまあ言うなら横浜 FC は、ね、そのこの間、ね、新外国人選手がアシスト決めていましたけども、えー、そういう選手がね新戦力、ブラジル人がね入っていますんでそういう選手の活躍が あるかかどうかあと桜川そンもも、ねまあ、非常に調子がいいというかまあ先発で出ればねなんか最近、結果を中段間は残した印象にも。 なりますし前回のね勝ち越しゴールのシーンだったかなね桜川ソロモン選手がまあ左に振ってからのチャンスになったんで多分桜川ソロモンはね先発で出てもおかしくないぐらい調子はいいのかなって個人的なねあれはあるんですけどもねだからまあどうメンバーが変わるかまあ大枠は両チームそんな変わらんかなっていうところでしょうねでこちらこれらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします詳しくは動画概要欄から。 でこれが前回、両チーム先発メンバーには、えー、なってきます。まあ、長崎はね、さっき言ったね、まあえー、センターバック、テレマ選手が入るかどうかとかね、ちょくちょくありますけども、まあ、横浜よしもね、どうなんだろうな、どういうメンバー構成でくるか、ね、桜川、ソロモンなのか、高橋、栃木なのかっちゅう、センターフォワード、本当ね、なかなか面白い争いよ。 している、えー、両者には至ってきますしね、で、えー、あとはだからほとカプリーニとかね、ねーーーこのような外国人選手も非常に調子がいいですね、あと山根選手の守備もデ、ね、ィフェンス面でも輝いてますねだからまあ本当横浜市の選手、非常にみんな調子がいいとまあとにかくユーな選がボール奪ってかその頃の、ね、チャンスにつなげるみたいなところもできますんで、まあボランチの井上氏の有利ならこれも強烈し、あとはまあ得点もアシストの期待ができる10番カプリーニーもいます。で前回 結果残した伊藤翔とかね、名前ない選手の活躍もね、えー、期待ができるんじゃないかというところで、長崎はね、本当、横浜市が前回ね、いい勝ち方しておりますんで、最後の最後まで気を抜くことができないというところでしょう。まあ、途中から村田選手とかね、ジョアン・パウロ、伊藤翔、この間結果残したメンバーが、どのタイミングで入ってくるか、もしくは先発で使われるかどうかというところでしょう。もちろん横浜市からしてもしっかり勝ちたいというのはあるんでしょうけれども、まあ、ホームとはいえね、ホームとはいえ、3位の長崎、 相手って考えればどっかで、まあ例えば0 0の時間が長く続けばね引き分けでもいいかなっていうのがねなきにしもあらつかなっていうところで、まあもちろんね全力最後の最後まで勝ちに行くとは思うんですけども、一方で今後のことを考えれば、ねまあホームとはいえ長崎が相手っていうことを考えれば、まあ逆転されるよりもまあ守備に重きを最後の方は置いてね勝ち点1でもいいかなっていうまあリアルなねこうリアリストみたいな戦い方をするかどうかとかねあります。この辺まあ サポーター心情からしたらねいや最後までそれは勝ちに行くだろうというのはねあるんでしょうけどもただ一方現実を考えればまあ 今後も横浜市は長崎とゲームをすることもありませんのでね、ねどちらかというと長崎の方が引き分けではダメというところなんで長崎はもう横浜 FC と直接対決はリーグ戦はないんで直接叩くとかまあ勝つ逆転するっていう意味ではこの試合しかもうないんですね。ただ横浜 FC からしたらまあ引き分ければ、ね、もちろん清水の結果もありますけども、ね、清水の結果次第ではというのも、ね、ありますけどもまあ1つねライバルとのゲームで、えー、勝ち点1、まあ、引き分けるというのをどこまで許 するかでしょう、まあ、本当、超現実的に考えれば引き分けで OK みたいな、えー、考えになっても時間帯的にはね、えー、もう残り2、3分とかねラスト2、3分になった時にどういう風な戦い方をするかどうかみたいなところもね、ヨモダ監督ちょっと注目かな、うん、やっぱサポーターからしたらねいや、それはお前最後まで勝ち点3を狙うだろうとかねそういう声は絶対聞こえてくるとね思うんですけど一方でまあ多分引き分けでも悪くないよねっていうのはどっかの時間帯からはね あるともちろん最初から引き分け狙いはないと思うんですけどもねただほんとどっかの時間帯だけ切り抜けばまあもうここまで来れば引き分けでもいいかみたいなのは可能性としてはゼロではないですしむしろそういう戦い方もね上に行くには重要かと思うところもありますんでさあまあどんな感じでこの試合ねえー、90分間のゲームコンセプト、えー、考えてくるかといったところでしょうねでこちら で両チームデーータ的なな話には、えー、なってきますますあ両チームとも安定した数字ですね横浜市はもうシュートの本数も多いしチャンス構築率も高いまあデータ的には両者ともね特にオフェンス面に関してはトップ3に多くのデータが入っていると。 いうとこですねまあ、1試合平均得点数も1.7、1.9なんで、ただ、守備も横浜で守備が、守備が硬いんでね、このチームの守備をどう崩すかといったとこでしょう、まあ非チャンス構築率も1位で、非ゴールスも0.6なんで、まあ守備が硬いのは間違いなく横浜市にもなりますし、まあ2試合連続でホームでやれるというのもねでかい、まあ移動がない、まあ1週間あるんで、移動はそんな考えなくてもねいいとは思うんですけども、もしかし、今後。 本当とこの,間の勝ち方っていうのは横浜 FC が乗る勝ち方だったんでねやっぱあの勝ち方すればサポーターもね乗ってくるでしょうしねまあ、大きな声援で後押ししてで最後、選手を見送ったと思いますんでそうなればこの試合の勢いというのはさすがね横浜 FC だなみたいな入りをしてくるのかなという感じがしますだからよまあ本当勝ち点さんが欲しいのは長崎ですよね <laughs>、うん、さっきも言った横浜 FC はね1でもいいかなっていうどっかの時間帯で、えー、最後の最後はなるかもしれませんけどもただ、最後まで勝ち点さんを、えー 取りに行かないといけない、まあ、えー、っていうのは長崎にはなりますんで、どちらかというと、どっかでリスクを負うのは長崎かな、で、その時に横浜市はカウンターで一発沈めるみたいなところも可能性としてはゼロではないんで、まあ、ちょっと見どころは多いというところでしょう、本当ね、この90分間、どう監督が考えるかといったところでしょうね。でこちら で得点パターン失点まタン、横浜、市はセットプレーからとにかく得点が多いですね、ただね、ねこのセットプレーからの得点の割合ってだんだん下がってますね、だんだん下がってるということは、それ以外のしっかり流れから得点が増えていると。 ところですもちろん福森選手とセットプレーから得点を決めることも、ね、相変わらず、ね、その関連から多いんですけどもね多いんですけど一方で本当5月ぐらいまではセットプレーが、ね、これ横浜 FC の生命線ぐらい、ね、思っていた得点パターンにはなっていくんですけどこの割合がほんとクロスからとか、ね、増えてきていましてだからまあセットプレー以外の流れからの得点もしっかり増えているという印象の横浜市のゲームにはなってきますね。というところでこれが両チーム得点パターン失点パターンの数字といったところです。 でこちら。 で両チーム、チームの得点は、ね、横浜 FC は和稲安利、伊藤翔7得点でカプリーニー、そして小川と、えー、続くとで中野選手も取ってますんで本当いろんなポジションの選手がね点取ってるるというのは横浜 FC の今のシーズンの結果にはなってきますまあ、大体伊藤翔は出るときはシャドウが多いですよねワントップは高橋俊樹か、ね、桜川ソロモンかっていうところなんですけどもただ、このシャドウに入った伊藤翔の,この得点力っていうのがね今年はね印象的なゴール、まあ、前回もゴールを決めてます決勝ゴールを 上げておりますんで、まあやっぱり控えにこういう途中から入っても結果が残せる選手がいるというのは監督からしてもネバ頼りになるゲームチェンジャーがいるってうのは相当でかいというとこでしょうで長崎は前回マテウス選手が久しぶりのゴルフをあげましたねまあゴラスで決めたんですけどもね逆に言うとゴラスソでしか前回得点を決めておりませんさあ今回こそしっかりとした流れ感を得点に期待というとこですねでこちら でそれ以外のスタッツというとこですね、一応こんな感じです。まあ、クロスの本数がやっぱ横浜市は多いんで、長崎はクロスを上げさせない守備をするか、それとも、ね、上げさせておいて、その後、跳ね返してカウンターにつなげるかとか、まあ、クロスが多いんで、そこをどう考えるかでしょうね、やっぱサッカーって、なかなかいろんな考え方ができて、そもそもクロスを上げさせない守備をするか、それとも、ね、クロスはまあ上げさせておいて、中で跳ね返してカウンターにっていういろんな考え方ができますんでね、そこを長崎はどう考えるかかな。ただ やっぱり、ね、中に合わせる選手、高橋俊樹も桜川ロボンもいますし、まあ、それこそシャドウの伊藤将も、ね、クロスボールに合わせるのは上手いんで、まあ、上げさせるのであればしっかりそこは対応すべきというところでしょう。でこちら ほんで今回注目選手ですね、まあユー・リラーとマルコス選手というとこですね。ユー・リララは今季25試合23先発で2ゴール1アシスト、まあ、得点アシストもそうですけどもただそれ以上にやっぱ守備のところですよね、中盤でハードワークしてボールを奪うでボールバッターとはしっかり味方にパスをつなげることができますんで本当1人で、ね、こう相手の攻撃を終わらせて自分たちの攻撃の発着点になることができる、いや本当と頼れるボランチだなっていう感じがねしますね。でマルコス選手はね今季はね今 というところで、まあ、前回のゴールにも絡んでます、マルコ選手ですね。とにかく体のキレがね、え上がってます。多分一番調子がいいのは今、長崎ではマルコ選手と思うんで、さあ、この両者ね、ね両外国人選手ですけどもねえ、どんな活躍見れるかといったところでしょうね。はい。ということで、ご来場です。以上、パルウンテジェルサッカーチャンネルございました。よかったちチャンネルいます。その。